お疲れ様です。まさに震災対応の基幹的な事業だ認識を出しておりますので、国が負担すること約束をしたというのはきちっと、これから時期がずれてもしっかりと対応を負担をさせていただいた、一部地元負担をお願いせざるを得ない、自立をする意思をしっかり持ってほしいと、何でもかんでも頼るというのでは自立はできませんし、こうはできません。しっかりやるぞと、俺の町は俺の町がしっかり、俺が一番よく知ってんだという強い自覚を持ってこれからもやっていただきたい。こういったいろいろなお話を聞いていただいて、地元がこのなんとかこれからも十分な復興活動をやっているようにご対応いただければありがたいと思っております。二度ほど要望に陳情行きましたが、復興本部長にね、その辺の意向はね、組んでくれたんだと、これでねぐらかでも市民の皆さんの安全が確保できることになるのかなと思って、こう嬉しく思っています。交付税措置について、継続していただけるということ、これについては大変ありがたく感謝をいたしております。増えた部分について、この交付税措置もかさ上げしていただけないか、そういう要望をさせていただきました。モニタリングの部分についてはきちっと対応させていただけることはできると思いますが、それ以外についてはちょっと持ち帰らせてくださいと、検討させてくださいと、検討すればできるというものかどうかも含めて検討させていただきたいと。液状化はしやすい環境が整っている。